ミラーレスカメラの歴史に名を残す製品だと思います。はい、どうもこんにちは、ジェット大好きです。こちら私が手にしておりますのは、富士フイルムのカメラで、X Pro 2というものですね。現行品は X Pro 3というものなんですが、私はあえて X Pro 2の方を買いまして、ここ1年半以上にわたり、去年の、梅雨前ぐらいに買ったのかな。私もね、2019年から、自分で購入して、富士フイルムのカメラをね、いろいろと、使っております。まあもちろんそれ以前からもね、メーカーさんからお借りしては、レビューしたりとかしてたんですけどもね、いよいよその魅力にどっぷりハマってしまって、2019年の冬から、自分でね、何機種も買い揃えて、買っては試しっていうことをしておりましたけどもね、こちらはね、やっぱり代表する機種であって、未だに人気の機種でもありね、現行品プロ3が出てんのにプロ2の方がいいっていう方もね、たくさんいらっしゃいますからね。どう違うのかっていうと、液晶画面が見えてる。これがプロ2の良さですよね。一番違うところはそこですね。プロ3の方は隠れてるんだよね。パカッと開かないと見えないようになってるからね。まあそこがいいっていう方もいらっしゃいますしね。これはどちらを選ぶかはユーザー次第になってくるわけですけどもね。私はとりあえずね、デジカメなのでこっちの方がいいかなと思ってね、これを買いました。今でも通用する、基本デザインは全く変わりませんよね。2も3もほとんど、同じような印象ではありますけどもね。まあ3の方が若干シンプルになっていってるのかな。2、こちらの2の方はですね、従来の富士フイルムのカメラを使ってる方だったら使いやすいかなという感じがしますね。グリップもね、程よいんですよね。ここ、親指の形もね、はめやすくなっておりまして、すごく握りやすいです。大きさはね、すごい大きいなという感じはするんですけどもね、握りやすいです。はい。で、やっぱりね、プロシリーズ、X プロシリーズは特徴は、これですよね、ビューファインダーですよね。今ね、EVF、電子ビューファインダーに切り替わりましたけども、OVF、光学式ビューファインダーにもなります。っていうか、光学式ビューファインダーでも撮れる。EVF でも撮れる。これがね、すごいところなんですよね。ちょっとレンズつけてみましょうか。よいしょ。レンズを装着して。じゃあさ、どう映るかなんてこれじゃ見えないのか。こうやったって見えないのか。ちょっと残念だね。切り替わるということができますね。はい。だからなんだっていうことなんですけども、僕はですね、この光学ファインダーを使っていて、すげえこれいいな、使いやすいなって思ったことがほとんどなかった。ほとんどなかった。正直に申しまして、このファインダーは、レンズ交換式で使うよりも、やっぱりね、X100V みたいなね、レンズ固定式で使う方が圧倒的にこれ使いやすいぞと。X Pro 2のような、レンズ交換式カメラでは、まあ、だって、これレンズ、焦点距離がね、レンズ交換すれば焦点距離が変わっちゃうわけだから、ファインダーの中の環境もね、ガラッと変わってくるわけですよね。まあ、変えないということもできるんでしょうけども、変わってきちゃうんですよね。まあ、すごく気を使って、いろいろ考え抜いての設計だとは思うんです。そういう仕様だとは思うんですよね。ただ僕ね、やっぱりライカみたいな、M 型ライカみたいなシンプルなものに、本当にシンプルすぎるものに、レンジファインダーに慣れてしまうと、これちょっとね、いろいろ余計なおせっかいがあるなと。まあなんだかんだ言ってしまいますけどもね、まあとにかく見た目はかっこいいですね。かっこいいとかいうか悪くはない感じですよね。このゴテゴテっとした感じもね、
カメラファンの皆様はね、お好きな方が多いんじゃないかなと思います。このメカ感、いいですよね。シンプルに、削ぎ落とされる前の、もうちょっと頑張ってゴテゴテっとしとこうかなぐらいな感じの。まあそのぐらいがね、ほんとね、扱いやすいんですよね。これ非常にいいカメラだと思います。1年半以上にわたってね、いろんなレンズで試してまいりました。これまでのね、レビュー動画にも何度も何度も登場しておりますけどもね。じゃあ今回ね、これで撮った作例をね、ごそっと、まるっとお見せしましょう。まあ本当にね、いろんなレンズを使って撮影してきましたけどもね、まずこちらですね、富士フイルムの XF18mmF2R というレンズですね。28mm 相当になるパンケーキレンズですね。最近ね、18mm でも F1.4 っていうのがありますけどもね、私はね、18mm 相当のやつはね、相当というか、28mm、27mm 相当のレンズっていうのはパンケーキレンズの方が好きで、使ってきました。F2 の方をね。ザラッとした流浄感を持たせることができるカメラでね、すごくね、質感が出てきてすごくいいなと思った記憶があります。次にですね、 23mmF2 というね、いわゆるみんな大好きな 35mm 相当のレンズですよね。わりかし近寄ることもできますしね、非常に綺麗に映るレンズだなと思います。これもね、 F1.4 っていうね、大口径のものはありますけどもね、 F2 の方がね、富士フイルムのカメラには合ってるかなと。特にね、 X Pro 2のようなね、スナップに適したようなカメラにね、すごくいいんじゃないかなと。風景なんか撮ってもね、カリッと出してきますしね、人物写真なんか撮ってもすごくいい感じで出してきますし、まああとはね、さっきも言いましたけども、寄れるということでね、すごく僕はね、好きで使っていたレンズではあります。ただですね、 X Pro 2ね、手ブレ補正が内蔵されてませんので、動画を撮るとどうしてもブレブレになっちゃうなというのがね、そこがね、残念なところではありますね。そして XF27mmF2.8 というパンケーキレンズ、これもパンケーキレンズですけども、初代のタイプですね。いい感じで撮れてますな、これも。はい、そして本命の 35mmF1.4R、いいですか、 XF35mmF1.4R というね、このレンズ大好きな方多いよね。ねえ、富士フイルムの大本命レンズとも言われておりますけどもね、まあ残念ながら私ね、そのレンズ自体は手放してしまいましたけどもね、全群繰り出しでガチャガチャ言うのがあんまり好きではないからという理由なんですけどもね、X Pro 2にはすごく合います。Pro 2で主に使ってたかなという感じがしますね。人物撮影にもすごく適してるという感じのレンズでね。まあ X Pro 2いろんなことに使えますね。やっぱり、まあ今ね、XT シリーズがフラッグシップという感じはありますけどもね。まあ Pro シリーズもね、まあそれなりに、なんだよ。ということでね、ライカのレンズこれつけてみました。ライカの中でも、貴重な 35mmF1.4 の、チタンのズミロックスでございます。いわゆる球面ズミロックスです。不思議な味わいになってくるね。こういう写りをするんですよね。すごくいいなぁと。やっぱりライカとかすごく合うよな。モノクロもいいよね、これね。たまりませんね。まあ、それでね、ライカのレンズとかつけた時にだ。やっぱりね、MF がそんなにしやすいわけではない。MF しやすいカメラの仕様ではない。カメラというか、MF しやすいファインダーの仕様ではない。せっかくね、こう、ハイブリッドビューファインダーというかね、この、なんて言うんですか、現代のデジタルな感じのレンジファインダーな感じではあるんですけども、残念ながらこう、MF にはそんなに向いてる気がしないんですね。またね、この、富士フイルムの純正のレンズを使う場合にですね、
MF がそんなに合う気がしないんだよね。で、結構全群繰り出しのレンズとか多いんで、ガッチャガチャ言うのね。AF で撮るカメラだなぁと思ったんですよ、これは。MF があんまりしやすいわけではないからね。AF で撮るカメラだなぁと思ったんですけど、レンズがね、うるさい。ガチャガチャ言うレンズが多い。富士フイルムさん。ということで、そこがすごい困ったなと。私今メインで使っておりますのは XT4 です。富士フイルムの場合ですね、X プロシリーズ、それから XT シリーズ、この2大巨頭製といえばいいんですかね。X プロと XT 一桁の方で、二つともフラッグシップ機だよみたいな感じの見え方をしてた時期がありました。今 XH シリーズなんていうのもね、ありましてね、XH1 っていうのもありましてね、フラッグシップとは何ぞやという感じになってまいりましたけどもね。私好みで言えばね、今ね、こちらですね、XT4。こちらの方が、好んで使っております。X プロシリーズの方はですね、やっぱりこう、趣味性を高く作ってあるんだなという感じですね。好きっちゃ好きなんですけども、私の大好きなレンズ、コシナフォクトレンダのノクトン 35mmF1.2X というね、富士フイルム用に作られたノクトンがですね、XT4 には対応してますけども、X Pro 3にも対応してるんですが、Pro 2には、ちゃんとした全面的な対応はできていないということでね、その点でもね、X Pro 2というボディに関してはですね、若干、こう私の中で使いたいレンズが使えないというもどかしさをね、最近覚えておりますね。今後またね、新しいモデルがそろそろね、そんな噂も出てきてもいいんじゃないかなという気がしますけどもね、一体どうなりますやら。とにかく私の今のメインは XT4 でございます。プロ2も好きなんだけどっていうところで、まあ、古さは隠せなくなってきてますよね。まあそれでも好きな方はたくさんいらっしゃると思います。いいカメラですよね。はい、今回は、X Pro 2のお話をさせていただきました。それでは。